はい、こんにちは。新しいチャンネルというか、まどかの弟分的なチャンネルを立ち上げます。まどか S と言います。 S の S は、シンプル、そしてスピーディー、そしてソリューションという意味です。これはですね、お客様からよく聞くご質問やですね、ご相談に簡単にお答えしていくという、そういう内容で作っていきたいなというふうに思っています。まどかに比べるとですね、かなりショートなタイプでやります。だいたい3分ぐらいでお話をしていこうかなというふうに考えています。ですから、もしこんなこと悩んでるんだけどとか、こんな質問来たいなっていうことがあれば、またご相談いただければいいかなというふうに思っています。1回目の今日はですね、実は僕の部屋はですね、国道に面してるんですけれども、これ夜になるとめちゃくちゃ寒いんです。どれくらい寒いかというとですね、中で暖房焚きながら撮ったサーモカメラの写真がありますので、こちらをご覧ください。1枚目がですね、窓を閉じた状態で撮った写真で、2枚目が片方だけ開けた状態で撮った写真です。見てください。大切なのはですね、内窓をよく使うときにですね、大事なのはですね、中にどんなガラスを入れるかということなんですよね。それは暖かくしたいのか、それともですね、防音性を求めてらっしゃるのかということなんですね。私の場合はですね、一つはですね、国道に面していることもあって、今後ろもかなり車が通ってますよね。ですから、まず一つは防音性が欲しかったわけなんですね。そしてもう一つはやっぱり断熱性が欲しかったわけなんです。冷たいもんですから、少しでも暖かくしたいなと思ったもんですから、断熱性を求めました。だから内窓の中にですね、今回はですね、クリアフィットと呼ばれるガラスを使っています。まあ、これが僕の部屋で使っているパターンですけども、何が言いたいかというと、内窓というのは中に入れるガラスによって決まってくるわけなんです。ですから、お客様から内窓のご相談を受けた時というのは、お客様が何を求めていらっしゃるかということによって、中のガラスを決めて、それで効果を出していくというのが一番だと思うんですね。内窓をお考えのお客様は、ぜひこのことをお考えの上でお求めいただくといいんじゃないのかなと思ってます。ちょうど今、内窓はグリーン住宅ポイントの対象にもなっていますので、お買い得かじゃないかなというふうに思っています。